はい、ユッキーです。ですね、今回、久々に、タバコ動画を上げたいと思いますが、激レアなね、タバコを入手しました。新潟市内で激レアタバコ、それがこの2つです。ウルマとバイオレットとなっております。それでですね、こちら、4月の1日から値上げが、なりまして、値上げになりまして、確かウルマが290円、バイオレットが、280円と、値段が上がりました。が、こちらはまあ沖縄タバコということでね、フィルターもついていて、非常に、美味しい。本州で売ってる、若葉に比べると、非常に、美味しい、タバコになってます。とりあえずですね、俺が好きなのは、バイオレットなんですけど、こちらはラム酒フレーバーなので、非常になんだっけ、ハイライトに似てる。味がね。ので、これはまあ、これは後に吸って、ウルマを先に吸ってみたいと思います。ウルマね。いや、まさかね、新潟市内で売ってるところがあるとは。小学校のね、近くのね、酒屋なんですけど、多分そこの酒屋がやってない。なぜか自動販売機に目の前のその、店の目の前に、自動販売機があるんですけど、その自動販売機だけ稼働してるっていう感じですね。おそらくそうだと思われます。シャッターが閉まってるんで。うん。で、まあそちらはね、まあ興味があればね、マイナータバコでググると、マイナータバコでググると、多分場所が、サイトが、出てくるんで、ね、確認してみてはいかがでしょうか。まあ、あと下に俺が書いとこうかな。新潟市の人に、人向けにね。ただし、自販機しかないので、タスポがないと買えません。で、今日俺タスポが4月2日なんですけど、タスポが届いたんでね、やっとね。それでは吸っていきたいと思います。ちょっとね、フィルターのあたりがね、ちょっと甘い香りっていうか、ピースっぽい香りがする。バニラ臭だね。がする感じですけど。じゃあ吸っていきます。あ、なんだろうこれ。ピースかなーっていう感じもしなくもないし、なんか、ピースっぽいな、なんか。ピースライトとか、あ、ちなみに、ウルマが、あ、どっちも同じか。タールが、17ミリのニコチンが 1.2 ミリ。両方バイオレットも同じです。両方、同数値なんですけど。うん。やっぱピースっぽいな。安タバコでピースっぽい、すごいな、これ、ウルマ。うん、まあ、ちなみに、サイズもね、キングサイズになってて、フィルターの大きさ、長さも、若葉より長い感じ。多分、若葉よか長いんちゃうかな。若葉ってフィルターすごい短いんですけど、こちら普通のね、一般的なタバコと同サイズ。で、そこの酒屋がね、なぜか自販機だけ、やってる上に、しかもなぜか自販機で、
酒が買えるんですけど、まあ俺、自販機の酒ってあんまり買ったことないんですけどね。わかんないんですが。大瓶、ビールの大瓶、スーパードライの大瓶が330円で売られてたから、あれ、自販機にしてはやけに安いなと。自販機って大瓶330円って十分安いんだけど。で、しかも、まあ、珍しいことに、酒なんで、なんかね、免許証を入れるところがあるんだよ。刺すとこがあって。まあ、免許証を入れるね、自販機があるのかって初めて見ましたね。で、それだったら、わざわざタスポもさ、別にじゃあ免許証でいいじゃんって、思わなくもないんだけど。まあ、それだと免許証を持ってない、車使わない人間は、困るっちゃ困る。うん。とは思うけど、わざわざタスポ作るのめんどくさかったからね。顔認証とかさ、顔画像送って、あと免許証の画像も送ってって。やるんで、すげえめんどくさい。まあでも、一週間ちょいで届いたんで、二週間かからなかった。なんか二週間かかるって書いてあったんだけど、普通に二週間以内で届いた。うん。10日ぐらいで届いたんで。よかったっす。ああ、でもウグルマうまいな、これ、ね、やっぱな。値段がね、確か200。うるま。確か今回のあれで値上げしたんで、確か290円だったはずなんだけど、まだあれだね、価格が250円のまんまのところが多いですが、やっぱウルマが290円ですね。で、バイオレット280円となりました。ソフトで味わい豊か、まろやかな香りが特徴。うん。ただ特徴はちょっとピースっぽいかなってぐらいで、あんまり特徴が逆にない。うん。まあ個人的にはなんだっけ。メビウスよか美味しいとは思いますけど。メビウスはまずいから。まずいっつうか、うまくない。うまい。うまいね。ウルマが、
昔は190円とかって書いてありますけどね。2010年の時代では、190円だったみたい。安いっすね、この頃は。まあ、若葉に比べたら、断然美味しいんだけど、ただ若葉は、あれは、非常に辛いっつうか、青臭いっていう味わいが、逆にね、癖が強いタバコなんですけど。それに比べれば、こっちは、面白みのないタバコではありますね。よし、吸い終わりました。それでは、バイオレット。バイオレットを吸っていきたいと思います。バイオレットは、久々だな。ウルマもバイオレットも、久々。吸うのは久々ですけど。そっか、ウルマンもバイオレットも JT なんだな。まあ、JT なんだなって当たり前っちゃ当たり前か。昔は JT じゃなかったみたいですけどね。ウルマンもバイオレットも。JT じゃなくて、なんとかかんとか、沖縄なんとかかんとかで売られてたらしいです。っていう会社から売られてたみたいですね。はい。若葉っぽいかな？なんか、フィルターがちょっと短い気がするね。香りがね、うん、ラム酒。ラム酒フレーバーです。香りが、ラム酒っぽい。ちょっと甘いような香り。うまいね。ハイライトの。ハイライトライトみたいな感じ。ハイライトライトっていうか、なんかこう、ハイライトって大体そもそもあれって、どんぐらいのタルチだったっけ？あ、ハイライトとタールで同じじゃん。17っすね。バイオレットも同じです。うん。それにしてはハイライトというか、味がちょっと薄いっつうか。うん。まあ、やっぱ安タバコだけあるなっていう感じではある。けど、ウルマヨカは香りがしっかりしてる。まだ特徴的な香りがします、ね、非常に。フィルターの長さちょっと比べてみようか。いや、同じですね。あれ、若葉は、いや、若葉は明らかに短かったからな。うん。やっぱ若葉よりか長いですね、フィルターがね。うん、多分。若葉はフィルター明らかに短かった気がしたんです。気のせいだったっけ。いや、エコーもなんか短かった気はするんだけど。
どうやった？ああ、でも、あれですね。やっぱり、バイオレットうまい。そう、聞いた話によると、4月じゃないや。6月ぐらいから、両切りタバコのね、ゴールデンバットと新生がね、フィルター付きで発売されるという話、そうらしいです。どうやら。なので、両切りタバコが好きな人は今のうちに買っておくのが思います。まあ、ゴールデンバットは昔、フィルター付きで発売されたこともあったんですけどね。ゴールデンバットは日本で一番古いタバコなんで。なんか個人的に楽しみなんですけどね、ゴールデンバットね。ゴールデンバットのフィルター付きゴールデンバット。吸ってみたかったなと思ったんですよ、昔。ゴールデンバットのね、ウィキペディア見たらなんかフィルター付きが発売されたこともあったって書いてあったから。確か今のバイオレットとウルマと同じように17ミリに変更されるらしいですね。タール値が17ミリ。新生も確かゴールデンバットも両方確か17ミリになるって書いてあった気がする。どっかのサイトで。サイトっつうか2チャンネルだったかな。2チャンネルに書いてあった。まあ、2チャンネルの情報を信じるか信じなかは分からないですけど。まあ、俺は信じてますけどね。おそらく、なるんではないかと、思われます。まあ、俺申請最近ね、あれで買いましたからね。カートンでね、買いましたけど。申請もなかなか売ってないからね。でも、そこの、先ほど言った、先ほどじゃねえや。このウルマとバイオレット買った、店に、ね、自販機でね、ちゃんとね、新生も売られてましたね。新生も吸ってみたい方はね、下のね、URL をご参照ください。で、そこにね、スモーキンジョーっていう昔売られてたタバコが売ってたんですけど、480円で売ってたんですけど、売ってたっていうよりは、載ってたんですけど、売り切れだったっていうので買えなかったんですけど、あれは補充されるのかされないのかわかんないんですけど、そもそもスモーキンジョーって未だに売られてんのかなあれな。いや、生産されてんのかわかんないですけど。うん。どうなんだろうね。スモーキンジョーのフルフレーバーっていう。一番、タール値が高いやつ。が、売られてたんですけど。売り切れだったんだよ。でも、今後結局、タバコとかってさ、てか自販機使ってさ、もう今後売らないんだったら多分そこの欄から削除するはずなんだけど、削除されてないところを見ると、もしかしたらただ単に補充されてないだけなのかもしれない。昔スモーキンジョー吸ったことあるな。新潟市の西区のあたりだったかの、タバコ屋に行った時に売ってたんで、買ったことがあって。
ただ買ったけど、あれずーっとなんか、あれもそれも自販機で買ったんですけど、なんかね、ずーっとなんか自販機に入ってたような感じの。なんていうかな、賞味期限が切れてるようなやつだったんで、全然美味しくなかった記憶はある。タバコにも賞味期限がありますからね。はい、ということで吸い終わりました。やっぱ個人的にね、バイオレットの方が好みではありますけども、まあやっぱりウルマのそのピースっぽい、ちょっとバニラっぽい感じもしなくもないんで、ね、ぜひ、ね、新潟市にお住まいの方はね、ぜひね、この木にタスポを持ってない方はタスポを買ってちゃうわ。申し込んでね、買ってみるのも、いかがでしょうか。ということで、バイオレットとウルマのレビューを終了します。それではご視聴ありがとうございました。